はい、こんにちは。沖縄おばばです。はい、実は今日、あの、グルタなんちゃらですね。グルタなんちゃらのパッチが届きました。え、こういう風にね、あのー、電磁波の影響を受けないように、こう、くるんであります。はい。今日の10名さんですね。はい、えー、13秒。以前ですね、えー、グーのぐるぐるさんですね。が、あ間違ってね、 アメリカのリーダーだーと報じたリチャードさんです。はい。えー、この人誰かわかりますよね。皆さんね、バイさんのね、直属の人ですよね。はい、それがなんと16秒。はい、なんとトラさんとのね、ツーショットをインスタにバッチしあげ、あげました。はい。実はですね、この人、トラさんの手下だったんですよ。はい、そういうわけです。はい。 38秒。二人の後ろには絵があります。はい。モンロー主義ですね。55秒。ルーズベルトとね、ドイツのリーダーの絵ですね。え、以後ね、モンロー主義は、ああ、外国のね、アメ国への干渉を指すようになっています。はい。1分12秒ですね。CCSP ですね。の崩壊と大ラの期間は、この絵からわかるように近いということですね。はい。2分47秒。 トラトラジュニアがね、昨日インスタに新しいロゴをあげました。すごいですよ。はい。台が The End です。The End. はい。The End ですね。はい。3分2秒です。はい。ロゴですね。このロゴおかしいです。はい。E ですね。E。はい。綴りの E だけ色が違ってます。しかもね、えー、横 3, 3本線で縦線がないです。はい。 3分4秒。なんと、バイさんの O2020 の時のロゴですね。これ、はい、い、e、いがあ、やはり同じように線がありません。そしてですね、バイさんの後ろにいる闇のイルミナンチャラのウォーレンナンヤラファミリーですね。はい、3分41秒です。このウォーレンナンヤラのロゴも縦,縦線なしの横3本になっています。 はい、えー。そういうことなんですね。そして3分45秒。このファミリーがね、コン,ロコントロールしているメディアのロゴも同様に、えー、E の縦線がありません。はい。トラさんのジュニアのね、Z エンドはね、バイとバイの後ろのね、闇のイルミなんちゃらのエンドを表しているということですね。はい。これが本当の Z エンドですね。 はい。そして4分22秒。北野金さんですね。えー、300万のワクリンコを全部拒否しました。うちはいらんから必要なところにあげてちょうだいよと言ったそうです。はい。4分51秒。アメクの F なんちゃらね、えー。ワクリンコのあれです。あのー、F なんちゃらの交換2人が理由も言わずに今日突然辞職しました。はい。この2人はワクリンコの お教養を進めていた人なんですよ。はい、辞職の売れ決めにあってます。同じパターンですね。あの、N の Y のね、えー、知事知事さんとね、同じパターンになってます。はい。台湾でもね、やっと枠林湖でね、えー、100以上の新しいお星様が、あーと報道してます。はい。そういうことです。日本もね、 ワクリンコの中のね、イブイブ通のことが話題になってますよね。はい、どん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 なんかバレてきてます。はい、ちょっと前にね、カマカマちゃんがベトナムにいた時ね、えー、ちいちぃーのね、邪魔が入ったと言ってましたけど、その邪魔ですね。それはお互いのワクリンコをベトベトナムナムにね、持っていこうとしていたので入ったということです。つまりですね、 6分24秒です。C 国の枠林子で、C 国はものすごい金額を設けていたということなんですよ。はい。そういうことなんですね。そして今は、今ね、枠林子を推し進めている連中ですね。ほぼ、あの、お銭銭だけのためにやってます。はい。そういうことなんですよね。そして、えー、闇のイルミナンチャラの下っ端です。 はい。実はもう上は粛清されています。はい。なので実質的な活動はほぼ封印されているということですね。そして面白いことに、今、ワクリンコのね、各ブランドがお互いに潰し合いにかかっているということです。まあ、面白いことになってきました。お互いがお互いに潰し合ってるんですね。はい。そして8分29秒。 C 国のネットニュースですね。今、C 国では血が不足しているので献血を呼びかけています。はい。そして、えー、なんと8分35秒のところですね。はい。枠林コする前にぜひあなたの血を献血してくださいと。枠林コした後は献血できませんと言っています。はい。国民はね、そのことで、えー、一挙に目が覚めたようですね。枠林コの後は献血できない なぜ私たちの地に問題が生じるわけというふうな、ああ、転換になってきているということです。まあ、これ日本でもありましたよね。はい。でも日本ではね、面が冷めない人多いですよね。それでも。はい。はい。く、はい。9分11秒ですね。バイジーさんの白い家です。はい。これある人が書いたあの、皮肉ですね。はい。見に行ってください。9分11秒です。バイジーさんは、 北京の利益を図っているのかということですね。はい。そして9分45秒。なんと、アメリカマゾンですね。先週1週間でほぼすべて C 国のショップがクローズという売れ決めにあっあっているということです。そして10分の8秒です。C 国でも生徒ですね。生徒のアメ国のね、商業協会を閉鎖しました。理由はありません。 閉鎖ししちゃいましいまたととうことですそして10分55秒。アメリカ軍のねワワ、ワンコたちですね。実はまだアフアフガーンにいましたが、バイさんはこれを、ああ、あれはあの、アメ国の軍のワンコじゃないよ。ただの、野良ちゃんだろうって言ってます。しかしですね。えー アメ国の軍の犬でした。はい、11分8秒ですね。このワン,ワンコちゃんたちはまだアメ国には帰れていませんけど、とりあえず刑事の中からは出されて自由になったみたいです。はい、そしてバイジーさん、メディアにね、今回の失敗をね、報道せんでくれと懇願しています。はい、メディアにね。実はトラちゃんですね、この左側とね、 えメディアのね、お銭銭のね、パイプを切断してしまいました。はい、パイプカットですね。はい、そういうことです。はい、なので、えー、メディアの方があ、今度はお金を自分たちで儲けなければならなくなってしまいました。はい、そして皆に見てもらえないとお銭銭が入ってこない状態になってしまったということです。今までと全く違う状況に追い込まれているメディアということですね。面白いですね。 はい。13分13秒。リンリンウッドさんですね。先日亡くなったね、あの、ロバートさんですね。えー、愛国者だったと表明しました。そして、リンリンウッドさんはね、ロバートのお星様の原因は、病院がね、ロバートに肝臓をやられる薬を与えたと暴露しました。はい。そういうことです。病院が悪かったんです。そして、あのね、イベルなんちゃらですね、最後に。 語っていますでイベルなんちゃら、はい、アフリカの多くの人たちはこれを飲んでいるのでね、ほぼコロリンコの犠牲になっていないということです。はい。そういうことなんですよ。なので、ワクリンコがなくてもアメリカではコロリンコがそんなに流行ってはいませんよということです。もし流行っているというね、噂が出たらそれはフェイクですのでね。はい。そういうことです。はい。今日の、ね。 10名さんのニュースはいろいろありましたね。面白かったです。あの、やっぱりね、あの、G エンドが面白いですよね。G エンドが。はい、早く G エンドになってほしいです。はい、今日ね、私これ1個つけてみようかと思ってます。これ、ちょっと中見てみましょうね。これパッチなんですよね。で、中にあのー、なんかビーズが入ってるみたいです。はい。こう、こういうものです。はい。はい、はい。 大事にくるまれています。電磁波防止ですね。はい。えー、皆さん見ましたかこれですね。これです。はい。はい。これが、あ三角羅なんちゃらに効くやつですね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう、沖縄おばばでした。猫たちは今ね、それぞれの好きな場所で、えー、お昼寝中です。今ちょっと雷がね、え鳴、ー、ったりしてたので、えー、ちょっとね、 あの、だるいみたいですね。はい。それでは皆さんまたごきげんよう。沖縄バブでした。